はい皆さんこんにちは非常識な教室集客コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは時代の変化が大きい時に身につけたい未来予測マインドということについてお伝えしていきたいと思います、えー、コロナになって約3年というあの状況が現状なんですけれどもいろいろな部分の規制緩和とかも取れて、えー、だいぶこう世界が 人の行き来ということも含めて動き始めています。まずあのロックダウンがかかった3年前ももちろん大きな、えー、転換期でした。で、今のようにまたそれがこうほぼ終わりに近くなってきたよね、人の動きの波がまた出てきたよねっていう、これもまた時代の大きな変わり目なんですね。で、こういう時にはビジネスがうまくいってたものがいかなくなったり、違うビジネスが台頭してきたり、いろいろなこう,うねりと動きが。 えー、激しく起こる時期でもあるんですねで。こういう時にじゃあ未来をどう考えて今の自分がどう動いたらいいのかでそれは教室業であっても、まあ、そうじゃないあの個人事業の方でも、ね、いろいろな意味で考え方ですね今日お伝えしたいのは、はい、あの未来予測マインドということで今日はポイントとしてお伝えしていきたいと思います。でえー、早速なんですけれどもねあのー、まあ えとまあ、どういう背景でね、それを伝えようかと思ったかっていうと、あの私、節目節目にですね、当然、私のクライアントさんを、えー、と守っていくっていうこともあって、常に社会情勢、世界動向、あとはさらに、えー、とその先の未来を予測して、今やるべきことを皆さんに伝えています。まあ、だから あの、ありがたい。謹厳ですよね。そういう意味ではそれをお伝えすることによって、皆さんはそれに沿った指針で動いてくださっている方はいつもうまくいってます。もちろん私もです。はい、あのその流れが来てるよね。って思ったらそこに乗っかるっていう事でで、この時にあのうまくいかない。人ってどういう人なのかっていうといや。まだ大丈夫なんじゃないかっていうことで、そのうまくいってる事。例にしがみつく人これ。 衰退が見えてるよって私が言ってもしがみついてるから結局手を入れる時期を誤っちゃうんですよねタイミングを基本うまくいっている時に次の新しいことをやった方がいいんですようまくいってるから楽なんですけどそれにしがみついてると落ちた時に はどううしようってやるときにはもう落ちてるからお金もない時間もないっていう状態で新しいことをチャレンジしなきゃいけないのでしんどくなるんですよ。だから基本的に新事業を起こしたり、えー、次のことをやっていくっていうときにはうまくいってるときにやるべきなんですよ。時間を作ることもできるお金を出しても失敗しても痛手がないから本業がうまくいってるからなのでそのこのカーブを見ーーやらないっていうことですよね。カーブ 上がってるるに投下する落ち始めて力を入れると倍以上かかったり失うお金の額が大きくなっていくのでまずは、ね、このタイミングというものはあの基本ちゃんと見ていただきたいなという,ふうに思います。だからあの時代の変化が、ね、大きい時にはやっぱりタイミングというのを見誤らないことが結構大事ということが1、ね、つ目にお伝えしたいことです。で二つ目が えと未来予測をやっていくときにね、ちょっと今お話をしたんですけど、執着捨てるということですねあの、うまくいっているというコンテンツを捨てられるかっていうことですよ、捨てるっていうか、今すぐ捨てろって言ってるんじゃないですけど、それを手放してもいいかもっていうふうに思えるかどうかっていう執着心、これが結構ね、あのうまくいくのを妨げることが多いんです、特に時代のうねりが大きいときには。 うまくいっていてもその先いかないかもしれない確率が高かったらいつでも衰退しても大丈夫っていう割り切りが結構必要だったりしますのでここもね結構ポイントになります。であと3つ目がですねその時代の変化の方向性を読むのが3年後を基準値に読,み読んでいきます。はい 3年後、これ7年後とか8年後だとですね、遠すぎてうまくいかない、新しすぎることを入れすぎちゃって、3年後ぐらいを読み解いていくといいなっていうふうに思っているので、まあ、この3つが主にあの大事なこと、未来予測マインドとして大事かなと思っていることなんです。で、それをさらにもうちょっと読み解いていくと、えー、と特にテーマにしたいのがオンライン講座。 というものが今どういう状態になっているのかっていうことをちょっと3年前とね比較してお話をしたいんですけれどもオンライン講座はあのロックダウンした時に皆さんが家にいる状態になりました娯楽が一切なくなるような雰囲気ですあの会社とかもね行かなくていいその代わり家の中でまあ、ストレスが溜まりますよね普段いなかった特に奥さん ですね、今まで旦那も子供も外に行ってたのにいきなり家にいるようになってそれが原因でうつになった人っていう話も結構よく聞いています。なので全く生活様式が変わってしまったやりたいことが自由にできなくなったと同時に、まあ、娯楽を探そうとした時に、まあ、それが心の、ね、栄養だったり糧だったりするわけなので,で趣味化をしている部分の何かじゃあこの機会だから食べ物も自分で作ろうかとか。 巣ごもり需要とかいう言葉もありましたけど、それがあってオンラインがすごく流行りました。なので、うちのクライアントさんでもオンラインの講座をもともとやってた人はそこでバカ売れしてたんですね。それはもともとやっていたからです。ここポイントです。もともとやっていたから。じゃあなんでもともとできたんでしょう私がやった方がいいと3年前に言ってるからです。だからすぐに売ることができたっていうのは、その時代の波に乗る。その時には、 あの苦労しててるるんでですよやり方誰も教えてくれない中で頑張るからまあ若干もちろんそういうリテラシーがある方がチャレンジしてもらってるんですけど主に2人なんですけどねうちのクライアントさんの中で。ただ彼女たちが知っていたからうちのクライアントさん1ヶ月以内でだいたい動画コンテンツを作っていくっていうスキルはみんなで身につけることはできたんですけれどもこれもやっぱりその時の時代の流れに乗るっていうことだったんですよね。 なので需要に対してて供給を作っいいくとうことなんですよ需要は家にいる、えー、面白いことがない何かないかで昔やれなかったものをやろうとかいうそれで一気にオンライン化が進んだし Zoom で教えるリアルあとは動画販売これが売れていたのがそのそこの中にいなきゃいけない時のね一番。 大きな要因だったんでこれ、売れるのは当たり前なんですよ。で、じゃあ、今、だんだん売れなくなってきてるはずなんですよ。売れなくなってきてるはずなんです。バカ売れしてた人。まあ、工夫してる方はね、売れ続けてるかもしれないけど、一般的には売れなくなってるはずなんです。まあ、理由、思い当たりますか だ大丈夫でですか理由の分析できてま,すか、はい、まず一番分かりやすいのは皆さんが動き始めたからです。会社も出勤し始めたりあっちこっちに動くようになってリアルで体験ができるようになった。だから家にいなくなったんですよねまずね。だから物理的に家にいなくなったから動画販売とかがそんなに売れなくなり始めました。特に趣味の部分においてですよあの学習教材とかは相変わらず別に売れてますそれはね。 物にもよりますけどあ料理教室とか教室系のものとかは趣味領域になるので本当に楽しいものしか多分売れない感じ時間がなくなってきたからですでもう一つは、えっと、ライバルが増えましたその参入が早い時期の時には他の人やってないからもうその人の教材に食いつきますで、えっと、その後急激にみんながやるようになったら、えっと、玉石混合ですね もう非常にこう申し訳ないけど質が悪いものでもなんか売っちゃってたんでもう値段がおかしい状態になってて本当に正しいものが正しく差別化できなくなっているような状態でまあどうせオンラインなんてこんなもんだろうっていう不信感で買うのをやめちゃってる人もいるしいっぱいやりすぎて探すの大変って言って買うのをやめちゃってる人もいてっていう。オンンンンラインのコンテンツの あの不信感っていうのは多分大きい要因にはなったんじゃないのかなというふうに思いましたね。それは一気にちゃんと作ってた人じゃない人たちがいきなり増えちゃってそれであの市場にね投下していったことによって信頼感が薄れたっていうのがあります。で同じように、えー、と似たようなコンテンツもめちゃめちゃ増えたのでやっぱり脳って考えると疲れちゃうんですよ。 1>, 1択とか2択レベルは楽なんですけど10択とか50択とかになるともういいやって買うのやめちゃったりとかするのでそういう似たようなものが増えちゃったっていうものがあの大きくなったんですよねであとこれ私自身もそうなんですけどオンラインにだんだん飽きてきた3年もそういう生活していると。 飽きちゃったんですよで今,年今年もあのオンライン楽なんですけど、やっぱ、ね、リアルがもともと好きな人なんで、すごい出張の計画を入れてます。ここ半年ぐらい、月に3回ぐらいどっかに行ってますからね。もともと動きたい人だったんで、今すごい動いてるんですけど、やっぱね、リアルで会うと熱量の伝わり方が違う。本当は私、こうやって今、オンラインで喋ってますけど、リアルセミナーで喋りたいですよ、本当は。 でもあの、もちろんオンラインを全否定してるわけじゃなくて、まあ、オンラインが今までそうだな、まあね、10割で行けっていう状態のコロナ禍だったのを、えー、やっぱ体験とかリアルにこう熱量を伝えていくことができるリアル。こちらの方を3割ぐらいまで戻してっていうことを伝えてます。これもポイントです。オンラインだからってオンラインがずっと続くのがいいわけじゃないんですよ。リアルが。 今すごく来てるので皆さん飢えてるからそうすると需要に供給を合わせるってことは、えー、と対面とかリアルを戻していく方がいいというふうに私はうちのメンバーに指示を出しています。そ、はい、それはそこがやっぱりいいよねって 希少価値高いいよねっていうふうに思っててううふに思ここで一つポイントは、えっと、リアルの方が経費がかかります当たり前ですけど会場とか材料とかそういうのも含めてですね自分の移動も含めてだからリアル開催するときにはオンライン時の価格よりもやっぱり上げて開催できる価値をちゃんと伝えるっていう、えー、コンテンツ設計と価格設定をするっていうのを改めてやる必要があります。 それからしばらくぶりだから、まあ、最初はいいですよ。サービス的にオンラインと同じ価格でやったとしても。でも、基本はリアルの方が高いっていう状態で作っていく必要があって、リアルならではの新しいコンテンツですね。もう一回新しいコンテンツ。 これをやはりやる必要があると思います。やはりね、対面型がすごく最近人気が出てきていて、あの私も対面増やしてますで。やっぱりいいよね、リアルいいよねって皆さん参加すると口々に言います。それぐらい増えてるということです。はい。なので、あのー、非常にですね、えっ、ー、とー、 リアルに対する期待値が高まっているっていうこともあるので今までのようにはオンラインの動画 オンラインセミナー、オンラインの催し物は売れにくくなるし、売れなくなっていくと思います。次の時代へもう移り始めてるんですよ。だから、これ、売れてたからって、楽だからって、しがみつかない方がいいっていうことです。果敢に次から次へとやっぱりチャレンジしていくという意味では、今私が皆さんにおすすめしているのは、えー、っと対面の方です、うん。3割までって言ってます。 はい、7割は、ね、オンライン残しててもいいですけどなのでオンラインの講座ももう1回ブラッシュアップする必要がありますターゲット設定本当に正しいのかとか内容はどうかっていうのをもう1回リブランディングリプロデュースですねをし直す必要がありますでちなみに私はこのコロナが、ね、3年経って明けるこの時期に新授業を立ち上げてます空き家マッチングっていう授業なんですけれども コンサルタント、ね、なんでそれなのっていうのはあの空き家問題が社会的な問題になっているのと。 ただそれを壊して更地にしてっていうのも SDGs 的な感覚からしてもあまり良くないよなって思ったのと何よりその住宅って私はすごく自分がインテリアコーディネーターだったこともあるので思い入れがあるんですよ。やっぱり住む家がねいいとそこに暮らす人も幸せになれるしそこから地域とか社会も幸せになっていくって思ってるので空き家問題はねやっぱり解決できる方がいいな治安も悪くなるしね。 なのでそこを着手しようと思ったのが、えー、ときっかけで、新しいことも同時並行で私、進めてます。はい、なのであの、自分は何者であるか、例えば教師の先生とか、一つの、ね、ことをやっている人だったとしても、今の時代に何が求められていて、その境界領域に自分はスキル足りないのか。 そこに入っていけないのかっていうのはやっぱりね検討してみる価値はあると思いますよ。はい、なのであの今ちょっとね私の例は言いましたけれども、あのー、未来の、ね、予測値っていうところに持っていく時に必要なのはチャレンジする心と執着心を捨てること。 とというここですねこれが必要でかつ、あとみんながね、これもう一つやってほしいのが、オンラインじゃない、対面だってわーって行き過ぎちゃう、触れまくっちゃうのも良くないと思ってて、そこで、いやいやオンラインをオンラインでリ,リブランディング、リプロデュースをもう一回やって、残しながら価値を求めていくっていうのに、長くそこに居続けるっていうのも、一定の、えー、と量の活動としては大事です。要はみんながわーっっって行っちゃった時に着々ととそこを頑張ると いなくなくっっちゃってるからでそこでまたあの新しい価値をやるものは、えー、正しくきちんとした価値のものを伝える人だけが残りますだからちゃちゃっと簡単にやってた人質の悪いコンテンツは全部一掃されますこの段階で本物が残るということになるのでいつの時代でもどこでも本物が残るっていうのは変わらないですなのでぜひ皆さんには本物であることっていうことと、えー、継続 続けるっていうことですね、はい、でその時にはやっぱりその道はいいのかっていうものはね客観的にちゃんと教えてくれる人の意見は聞いた方がいいですよ。自分がここはいけるって思った道、まあ、これはよくね私の初めての面談の時の方に言うんですけど「えそこですか?」っていう道をちょっとつ申しに進んでいくタイプの人いるんですけどそこ売れないよっていう道があります。 でも本人信じてるから、まあ、しょうがないね一応アドバイスするけど聞く耳持たない人は一回行ってもらってあだめだったねって分かったら戻ってきてもらってやり直すっていう遠回りの道をやっていただく必要がある場合があるんですけどこれがやっぱり経験値のある見えてる人から話聞いた方が早いですだからコンサルタントとかそういうの見えてる人っていうところへ対して払うお金の価値っていうのはあるんですよ 私これ売り込みをしているわけでではないですよ、あの価値があると思ってるから私だって私の上のコンサルタントにお金を払ってその知恵未来予測値とかも情報を仕入れてます。なので自分より知見があって未来を見通す力を経験値で持ってる人にはその知識に対して対価を払ってお金を払い いただきてそれを加工して自分のビジネスをうまく活かせるっていうこれ割と当然の流れだと思うんですよだから、えっと、ここで注意したいのが女性が無料情報大好き系の人が多いんですけど無料情報の中にはめちゃめちゃいい無料情報もあります私も今これ喋ってるの割といい情報なんですよ <laughs> だけど、あのー、大概はじゃあその後ろに何かがあったりとか 違う情報とか、そういうのを精査しないで、無料好きで無料ばっかり食いついている人は結局損する人が多いなというのは印象として感じていることなので、そこもぜひ気をつけていただきたいところかなというふうに思っています、はい。ということで、まとめていきたいと思います。えー、時代の変化が大きいときに身につけたい未来予測マインド、1つ目、えー、んタイミングを見逃さない、2つ目、えー、執着心を持たない。 3つ目、3年後を見据えて今の情報を手に入れて加工をする。需要と供給の崩れているところがビジネスチャンスが入るところなので、ぜひそんな視点からご自身のビジネス、この時期に見直していただくというのはいいんじゃないかと思います。それでは、